志村ふくみさん、ご入場ください。私子供2人連れてね、離婚しまして、どうして生きたらいいかわからなくて、ちょうど柳宗悦先生という民藝の創始者の先生にご相談したんですね。そしたら先生が、私の母も織物をしていたし、あなた織物やったらどうかって言われて、それでね始まったんです。でやりだしたらもう夢中になって、とても一生かかってもできないと思うぐらい素晴らしい世界が展開していったんです。僕たちのやってることっていうのは、いわゆる伝統工芸で、平安時代から伝わっているものなんですね。900年代ぐらいからずっと同じやり方で染色をしてきてまして、今だったら春なので梅とか桜とかそういう植物を染めるっていうのが最初の工程であって、木の枝をいただいて、それを炊き出して染液を取り出して、それにつけて染めるんですけど、染めた糸は溜めてるんですけど、今度は織りですね。難しくはないんですよね、機織りっていうのは。ただすごく手間がかかるっていうことですよね。一番シンプルな織りなんですけども、何ヶ月もかかります。縦糸が1200本ぐらいあるんですよ。横糸が4万回とかね。母はこれを、自分の代表作とも申しておりますが、会合ですとか授賞式ですとか頑張らなきゃいけないっていう時にはいつも来ておりました。で、藍一色しか使っていないんですけれども、緑色がかっている濃紺である、それからその緑がかっているところに白く映ってるんです。藍だてに魅力を感じて一緒に染色をするようになりました。藍の亀を自分の家でしつらえて、新月には最初に仕込んで、満月の時にちょうどいい染め時っていうのに、こうちょうど素晴らしい真っ青な藍の色が染まるっていう、人間が子供を育てるようにっていうふうに思います。植物染料で染めて着物という形に縫い上げて、愛情の持ち方が違いますよね。そういう体験が今の人たちにとってとても大事だというふうに思っております。一番驚いたのは植物の色の美しさですね。無限の美しさ、これはもう人間がね勝手にしてはいけない。もう植物を尊敬して、植物を大事にして、その中から色をいただいてくるっていう、その気持ちをね、一つ一つの色が私にとっては一生涯の大事な宝なんです。